はい、じゃあ行きますんで。よろしいですか。はい、じゃあ一緒に行きましょう。私先に行きましょうか。はい。あ、じゃあ後でお金ありますんで、ちょっと、はい、先入れていただければ。これ100円かかるらしいですね。はい。ということで、ありがとうございます。はい、確かに入れました。はい、ありがとうございます。じゃあ行きます。これすごいな、これ。うわ、あ、めっちゃ怖い。ちょっと、あ、そうです。カップルの方がね、来てるんで。さすが。うわ、今入ってきました。天空の城、上野のスカイブリッジですね。上野スカイブリッジ。はい。うわ、これ見てください。これ、上。高さね、ここでまだ、そんなにまだここは高くないですね。これから高くなる、これ。うわ、揺れてる揺れてる。人がね、歩くと揺れるんですよ。うわうわ。はい。うわ、怖い。結構怖いですよ、これ。揺れてます、揺れてます。人が歩くと、これ結構ね、向こうに人がいるんですよ。あ、スーパーヤット、ありがとうございます。後でね、ちょっとお名前言いますんで。ガーシー、中曽根首相の孫もターゲットにしていますよ。あ、そうですね。シンプルな、入金箱なので、低コストよりだと思います。そうですね。揺れてる。うわ、揺れてる。走ってる。こう、怖。うわ、ガッキーさんスーパーちょっと、あ、ガッキーさんスーパーちょっとありがとうございます。ガッキーさんスーパーちょっとありがとうございます。これが天空の、ね、上野村の有名な天空の、橋、スカイブリッジ、上野スカイブリッジですよ。あれ、なんかあれ、シャボン玉の、なんでこれですか、これシャボン玉、シャボン玉をなんか演出で、あ、そうなんですか。演出装置が、皆さんシャボン玉がね、これ演出装置らしいです。誰かがあのシャボン玉を吹いてるのかなと思ったら違うんですね。こんな感じですね、皆さんね。はい。うわ、ここでもうこんな感じですよ。うわ、あ、怖い、あ、怖い。ちょっともっと真ん中行きましょうか、じゃあね。はい、これ見てください、これ。うわ、高い、ちょっと怖いよ、これ。はい、稲垣さんスーパーチャットありがとうございます。はい、稲垣文子さんスーパーチャット最高ということで、シャボン玉すごいですね。シャボン玉が演出でね、これ出てるみたいです。はい。ちょうど真ん中ってどなたですかね。まだ先ですよね。うわー、これすごい。下の道。うわ、下の道見てください、これ。我々が通ってきた道ですね、これおそらくね。299号線が見えてます、ちっちゃく。うわ、絶景ですね、これ。はい。あー、これ怖い。ちょっとね、私、恐怖症なんでね、ちょっと怖いです。はい。ちょっと今下覗きましょうか。うーわ、たっけ、高い、これ見てください、めっちゃ高いですよ。高すぎてお尻がムズムズしますね。高すぎてお尻がムズムズするって言ってますよ、マーベリックさんが。これ落ちたら終わりですね。観光客の方いっぱい来てますね。うーわ、怖い。これちょうど真ん中ぐらいですか。まだ、あ、シャボン玉、ここ書いてますね、なんかね、シャボン玉タイム。ああ、なるほど、演出ですね。時間でね、シャボン玉をこれ吹いてるみたいです、この橋でね。はい、決まった時間に、10時、12時、3時、あ、30分ごとぐらいにね、はい、演出してます。これ怖いな。ちょうど真ん中だったら教えてください。それで下見ますので、うわ、怖い。これは怖いですね、皆さん。はい、やばい。恐怖感じない。ここ、あ、日本カモシカいるみたいですね。日本カモシカ、運が良ければ鹿に出会えるよって書いてますね。え、あ、日本ジカ、すいません、日本ジカね、日本ジカ、運が良ければカモシカもいるみたいです。うわー、怖いな、これ。めっちゃ怖い。もうめっちゃ高いですよ、はっきり言って。この状態です。はい、どこを映した方がいいですか。なんかリアリティありますかね、その画面見て。ちゃんとはっきり見えます、うん、やっぱりこの下、この高さを強調。そうですね、道もこんだけ下なんですよ。道もこんだけ下なんですよ、皆さん。これが左でしょ、これで。そして右、こんな感じです。ちょっと下覗きましょうか。こんな感じです。
やばすぎるでしょこれ。木が下ですよこんなに。反対側ちょうどこれ高いですかね、ここが一番。こんな感じです。うわ、たっけ、たっか。100メートルぐらいあるですね。100メートルぐらいあるみたいですよ皆さん。100メートル、うわ高い、やばい。なんか揺れてるし、めまいがします、ね、めまいしますね。揺れてます、揺れてます。いや怖い怖い怖い。私もね、あんまり 高いところに苦手なんですよ実は。これ横の方がいいですか、これ 横見ながら。どうでしょうか皆さん、私も初めて来たんですけどね。この辺が真ん中、この辺真ん中ですね。あ、だから上のスカイブリッジって書いてますね。で、左が鍾乳洞、婦人洞って書いてますね。富士洞、富士洞、左が富士洞ですね。これなんか洞窟があるみたいです。で、右が魔法場の森ね。でスカイブリッジって書いてますね。上のスカイブリッジです。ここがちょうど真ん中みたいですね。ちょっと上から覗きましょうかね。あ、魔法場とはその昔この地で馬が放牧、放し飼いにされていました。そのことからこの場所が地名で馬放し場と呼ばれていました。そこから魔法場と読み替え、魔法場の森となりましたということですね。ほら、うわ、ここ開いてるよ穴。やばいこれ、ほら見えますこれ下。やばいよこれ、ほら穴開いてるこれ。うわ、こういう下見える。落ちたら終わりよこれ。今この震度5以上の来たらちょっとやばいですねこれ。この橋で、この橋の上で震度5なんか来たらもうちょっとやばい。すんごい横に触れますか。あ、横に、この橋。あ、そうですか。あ、猿もいるみたいですね。森の中で遊んでいるお猿さんが見つかるかなということで、日本猿もいるみたいですね。じゃあこの上からちょっとそろそろ見ましょうか、上下。はい、皆さんこんな感じです。うー、これもうやばい、これですよこれ。うわ、揺れる揺れる、人がね歩くたびに揺れるんですよ。これです、このこれですよ。見えますでしょうか皆さん。あ、見えてます、大丈夫ですかね。100メートル以上あるという、あれ道がね、299号線、我々が登ってきた道があそこに見えます。これは怖い。木がねゴミのよう、そうそう、ちっちゃく見えますね。うん、もう木がね、もうめっちゃちっちゃく見えます。もう残骸絶壁ですねこれね。うん、中曽根さんが建てたね、言われる中曽根さんが建てたと言われる。はい、こっちも撮りましょうかついでね。はい、向こうから歩いてきました。こんな感じですね、こんな感じです。うわ、こっちもねこんな感じです。はい、上のスカイブリッジということでね、すごいですよこれ。沢が見えますけどね、めちゃくちゃ高いからなんだかよくわからないですね。もうカップルの方も歩いてきてますね。怖いからここでね、はい、カップルの方がよく抱きつぐということでね、有名な、自動的に密着しちゃうということですね。はい、上のスカイブリッジということで群馬県です。はい、じゃあ行きましょう。一つ、いやー、はい、なんかありますね、あそこ別なトンネルがありそう。あそこになんかトンネルもありますね皆さんね。はい、あれは何でしょうね。一回ね、画像大丈夫ですか、音声と画像。はい、ありがとうございます。なんか書いてますね、シャボン玉タイム。あ、シャボン玉が出るんですねこれね。シャボン玉30分後期にシャボン玉がこのスカイブリッジに、はい、長野じゃないわね、上のスカイブリッジに。あ、車走ってますね、あそこに車が走ってるということで、ちょっとアップで捉えた方がいいかな。